大石火、大石火、大雪火、六ステルラプライリーは、長高スズメメ潜入か潜入属に分類される、鳥類。中華人民共和国北東部、日本、中部地方以北、ロシア、ウスリー地方。タイプ産地は、東京、当時の東京府とされるが、羽田村か、六号村、東京都、現在の大田区であったと考えられている。 大韓民国やモンゴル東部でも少数の記録がある。旧北区東部に生息する。より詳細には、下記に、青森県、岩木川川口、富津沼、茨城県、霞ヶ浦、千葉県、利根川下流域などで繁殖し、関東地方から瀬戸内海沿岸にかけての太平洋側で越冬し、雪の少ない足原に広く分布していると考えられている流暢。 宮城県の川口域、湿地等で陶器の生息が確認されている。全長11から14センチメートル。お葉は、設計で長い。上面の葉衣は、褐色で、黒や黒褐色の縦縞が入る。耐火面の葉衣は白い。耐側面は褐色。目上部にある、眉状の半紋、眉半は、泡褐色。頬や軸を覆う毛、耳輪は、 淡菓子色。翼は黒褐色で、羽毛の外縁。羽縁は高褐色。ウフクや三列風切りには黒褐色の半紋が入る。くちばしの色彩は黒く、下くちばし器具は褐色。後足の色彩は泡菓子色。種商業プライリーは本種の模式標本を採集したハリープライリーへの懸命。ただし彼はシーバム。 1890では、王石化を潜入族に移した。その他、茶色ウギ石化族、現在は潜入族の一部、王ギ石化族とする説も現れた。しかしその後、1942が小型である以外は、鬼石化族の主な特徴を持つとして、鬼石化族に戻したのが定説となった。1993年に、オハや、くちばし、 公子などの形態から本種を潜入族に分類する説が提唱された。これは2004年以降の分子系統でも確認された。記載されてから1930年代に荒川流域で越冬個体が複数発見されるまでは11話の標本しか採集されていなかった。1936年には宮城県加茂で初めて繁殖が確認されたが、 1938年に繁殖地は河川の氾濫により消滅した。2アに分かれる。分類は IOC ワールドバードリスト V7.1 和名は長田1997長田2014に従う。ベアーラインエアル2006はこれらは別種に値するとしたがエアル2011では否定された。海岸や川口 故障の周辺にある、湿生草原、足原などに生息する。メガ類、コオロギ類、ササキリなどの昆虫、クモなどを食べる。普通沼ではイーズナによるヒナの捕食が報告されている。繁殖様式は乱生。婚姻様式は一夫多妻。ヨシやススキなどの根元におワン状やドーム状の巣を作る。巣の材質や形状は、大きく三つに分かれ枯れ草からなるドーム状。 枯草の多い湿った場所、枯草の根にお安状、中間型、もしくは、下映えが乏しい環境を生きた草からなる大型のドーム状、生きた草が多い乾燥した場所の形状が見られる。6から8月に2から6個の卵を産む。メスの実が放卵し、放卵期間は約12日。ヒナは孵化してから約12日ですだつ。農地、油田開発。 灌漑事業などによる生息地の破壊や水位変化などが懸念されている。中華人民共和国では環境汚染や狩猟による影響も懸念されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。